どうも、カベです。バックサイド50/50のハウトゥーしたいと思います。よろしくどうぞ。お願いします。チャース。はい、リップに来ました。バック50こうやって行って、背中側でこうやってビョーンってで、オーリーして入ったらできます。で、その時にヒールエッジかけすぎるとすっぽ抜けます。あと体開くと逆エッジになりやすいです。レールにまっすぐ板ポンって乗るように乗るとできます。あとは各々のスタイルでどうにかしてください。じゃあやってみます。こんな感じでね、あとは集中してでリラックスするとできます。力まないように。おはようございました。